今日もよろしくお願いしますはい、こんにちは、お願いします関東地方もやっと梅雨があけたね明けましたね、暑いったりあれしないセミの鳴き声がすごいったりあれしないって感じですけどそうなんだはい、うん、朝早く散歩に行くのでねやっぱりそのセミの数が違ってきたなって感じですよ、うん、いやでも八月になってから梅雨明けってんと珍しいやないや私経験したことありましたかね、どうなんですかね ちょっと記憶ないけどねそうですよねあの早く開けたことがありましたよね何年か前にあ,あった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 5、うん、月の末とか七月の末とかそ,それもあったし、えー、それはね不,不思議なもんで梅雨の間は早く梅雨明けしてほしいと思うんだけど梅雨明けしてこれだけ暑くなると今度マスクしてどうしようと思っちゃうんだよな、はい、自分勝手なものでございますや本当にそうでございますがは <laughs> はい。はい。<laughs> すみません、はい、私の方からちょっと今日は質問があるんですけれど、はい はいはい、あの香港の民主化の話を、あのうん、このユーチューブ学園でもしてきてましたけれどもあの、いよいよ選挙が延期になることが1年延期って、はいうん、記事で読んだんですけど、1>, うん、1年も延期したら、民主化運動がこうちょっと不利になっちゃうんじゃないかと思うんですけど、うん、その辺どういうことなんですか、おそ、はいまあ、らくそれを狙ってるっていうことだと思いますよ、ね、やっぱり、うんうんこう、今というかこ、民主化運動がどんと盛り上がってる。 だけど、今の、はい、あの選挙をやると、一挙に民主化が民主化過半数を取ってしまうんではないか。それをこれから一年間延期すると、で、その間に今次々にあの逮捕状が出てますからね。はい。であ、あの、特に香港からアメリカやイギリスに、逃げた人に対しても、逮捕状が出てんですよね。あ、逃げた人に対してのですか。と、香港で逮捕状が出てるんです。ただ、例えばイギリスなんかは、あるいは。 香港との犯人引き渡し条例っていうのを,これを全部破棄しちゃって、うん、これまでだったらね、香港からあのは、えー、指名手配してますから、えー、逮捕してあの送り返してくださいってなってたんだけど、今回、香港がこんな状態になったんで、それを破棄したので、別に、うん、あのイギリスにいる限り、あるいはアメリカにいる限り、捕まることはないんですけど、逆に香港に帰れなくなってるわけですよね。 さらにこれからあの逮捕者が増えるだろうってなると運動が全然できなくなっちゃうこれを1年間やればもう本当に運動がうんと下火になってしまうだろうということを狙ってるっててるとだと思いますけどね、うん、なんかあの今の世の中にそんなことがまだあるんだっていう、まあ、日本人だからそんな風に思っちゃうのかもしれないですけれども、うん、あのいわゆるこう亡命をするとか。 あの他の国に移住するとかっていうのはもう一昔前の話のような感覚がちょっとあってやっぱりこれはでもすぐ近くの香港の現実なんですね。そうだよ、ね、で今だとこれ4年前の選挙の結果だから民主派って過半数ないわけだよね、うん、今の体制で一あと1年続けば言ってみれば行政長官が香港の政府が何をやろうと議会がいろんなストップかけられないわけだよね。 今す、す選挙やって、えー、民主派が過半数取っちゃったら、いろいろやろうとしても、それが抵抗されてうまくいかなくなるかもしれない。とりあえず一年間は今まで通りやりたい放題やれるっていうことでもあるんだよね。なるほどね。わかりました。ちょっとやっぱり気になりますね、これは。本当だよね。さあ、うん、で、あの気になるといえばですね、今日私の方からですね、はい、今、はい アメリカや日本各地に怪しげな種がいっぱい送りつけられているという話ですねこの種って一体わけがわからんすけどどういうことなんですかねなんか薄気味悪い話だなと思ってそうだよねどうもねアメリカだと6月の末ぐらいから各地にこの中国からの国際郵便物っていうのが次々に届いてきてたんだってね、うん、で中国,中国郵政チャイナポストって書いてあって 差出の地名が深圳になってんだよね。香港の隣だよね。ンンうん、はい,はい、はい。なってるんだけど、差出人の名前も会社も一切書いてないんだって。何にも書いてない。何にも書いてない。ただ深圳から出したっていうことしかわからない。うん、で、中国はちこで、アメリカであちこちで、そういう郵便物が届くとね。あ、アマゾンでなんか、なんか頼んでたんだっけって、とりあえず開けちゃうわけだよね。うん、はい。そしたらなんか、うん、正体不明の種が入ってる。 うん、急にこう薄気味悪くなってね、うん、どうしようかで、でもなんか種だから植えてみれば何が入るかもわ、えー、かるかもしれないから植えてみようって思った人も結構いたみたいなんだけど、あ、植えた人もいるんですねそこはね、まだかの確認できてない、植えようと思ったけどやめたっていう人の話はあるわけ、うん、だけどその前に何だか知らないから、植えれば何が出てくるかわかるからって植えた人がひょっとすると、いや、でも気持ち悪いですよ。ねえ これはもうアメリカ農務省では、要するにこ植物ってのは、植物検疫っていうのを受けていないとね、変なこう病気が入ってくるかもしれないっていうので、こういうような届けをする人がいるようになって、まあとりあえずアメリカの農務省としては、とにかく封を開けないでくれと、この農務省に届けてくださいって言ってるのと、あまりに怪しいので、FBI が捜査を始めたというんだよね。 なんか特定の,こうの植物じゃなくて実はいろんな種が入ってるらしいんだけど、うん、でとりあえずはこういわゆるこあの危険なウイルスとか細菌は見つかっていないっていうんだよね。うん、じゃあ何が目的なんですかねそれ全くわからないわけだよ、ね、でそれぞれのところにだって正確な住所と名前で届いてるんだよね。まますます気持ち悪いです、ね、ってことはどこかでそういう個人情報を手に入れたやつがやってるわけでしょ。アメリカ だけだなと思ってたら、こうこのところ日本でも各地でポツンポツンとそれが出始めたんだよね。あのなんか例えばね、なんかこういう方も変ですけれども、うん、例えばなんか毒性があるとかね、うん、そういうのが分かったほうがまだなんとなくこう <laughs> <う>理由が分かりやすいっていうか、うん、何もなくて、なぜ送るのかが全然わからないです。ね。分かんないよね でアメリカのこうメディアが中国外務省に問い合わせをしたら、うん、え要するにこれは偽造されたものだって言うんだよね、あそのチャ,イナチャイナポストっていうステッカーが貼ってあるんだけど、これは偽造されたものだって言うんだよね。うんうん、じゃあ中国からのものじゃないっていう。という、また中国は中国でこれから調べるから、えー、送り返してほしいって言い方してるんだけど、送り返すって、いやいや、それ中国から来たんなら送り返すだけど。 ほ本当に全部中国から来たのかどうかも実は分からないんだって。えー、その物理がじゃあどうなってたかってことが分からないってことですかそう今、だから FBI が捜査を始めてるって言うんだよね。へ<ー>で、こう日本でもとにかくこう心配になる人がいると思うんだけど、えー、これ、あのー、日本の農林水産省のホームページでもう,、うん、もう注意呼びかけがウェブサイトに出てるんだよね。あ、もう出てるんですね。うんうん、これ7月日日現在つまり昨日 昨日急遽このウェブサイトに注意喚起というのが出ていて、うん、でというか、封をこう開けていなければ、そのまま送り返すことができるから、うん、要するに郵便局に問い合わせてくださいと、うん、でも封を開けちゃって、心配になったら、植物貿易所、うん、要するにそういうね、あの海外からいろんな病原体が入ってこないように調べるのがこう農、農林水産省管内で全国各地に、主な都市に、うん。うん 植物貿易所というのがあって、うん、そこでいろいろチェックをするんだよね。うん、だから、その植物貿易所に届けてくださいと。うん、でただし、よく見るとえ、郵送料を個人が負担していただけるのであれば、郵送していただいてもいいですって書いてあるんだけどさ。じゃあ、その郵送料を負担したくなかったら、自分のところで処分するってことですかだから、だから要するに、うっかり処分っていうのも非常に難しいということで、うん、とりあえず、 からあの、植物貿易所にこう問い合わせをしたり郵便局に問い合わせをしたりあるいはね、全国各地に消費者センターってあるでしょはい。その消費者センターに相談するということも1つの手だそうですね。うんうん、だけどとにかく<ー>こう中開けたりそれちょっと植えてみようってことは絶対しないでくれって言うん,です、ね、うんあの今、どのくらいの件数そういうものが出てきてるってうのかるんですかアメリカでは。 いやあのねわ、必ずしもわかんないですね、<ー>えっとねアメリカだと少なくとも、えー、22の州で、えー、届けがあると、うん、で、カナダ、イギリス、オーストラリアでもあのどうも届いてるらしくて、調査が始まっ<ー>そして日本でも、うん、っていうことだよね。うん だからこうやって報じられることによってそれまで全然気がつかなくて頼んだけどなったっけねなんて言ってうっかり植えてる人もいるかもしれないよね。は、うん、ういう人はやっぱりぜひ気をつけてとにかく、まあ、これ以上植えたりしないあるいはなんとか処分するってことを考えたほうがいいと思うよね。 わかりました。ああ届かないといいなぁと思っちゃいました、今、自分のところ。いや、そうだよね。逆に、届いたらさ、どこで自分の住所や名前を手に入れたんだろうって、それもものすごく不安になる。そうなんですよね。ねうん、とにかく、だから、何の目的で誰がやってるのかがいまだにわからない。うん、それがとにかく不安だよね。そうですね。わかりました。とりあえずは、まあ、気をつけつつ、はい、来ないことを祈りつつですね。うん そうですね。とりあえず話の種にはなりましたけど、はい。そうですね。え、はい、そんなこと言ってる場合じゃないですね。じゃあ今日はここで、はい。はい、ませんありがとうございました。どうでした。コロナ時代の経済危機、はい、そうですね。はい。え、これあのポプラ新書でこあの発売なったばっかりでございます。え、これで世界恐慌とかですね、過去のさまざまな不況対策に人類がどう取り組んできたのか。 ということを学べればなと思ってますはい